おい、まだ気づかねえの？王冠が2つ？あいつ頭いいな。奴らが勝ち残るには真っ先に王冠を入手して夜を玉座に座らせる必要があった。だが王冠を渡す瞬間一斉に襲われれば夜を守りきれるかわからない。だから君は夜が玉座に座るまで他のチームの気をそらす必要があった。どうなってるんでしょう。王冠がいくつも。やはりあのカバンにコピー能力が。王冠を手に入れてすぐコピーを作り偽物を敵に向かって投げたんだ。